はい、えー、こんにちは。11月14日月曜日の日替わり竹部でございます。えー、実はですね、本日の早朝ですけども、いくつか、あ複数のですね、えー、大手報道機関様から取材を、おのお電話を頂戴いたしまして、で、今週の見倒し、今週のポイントというような、えー、お話を伺ったんですけども、正直な話。 え、これ、ま、ちょっと例えが良くないのかもしれませんが、幕の内弁当でですね、ま、迷い橋というんでしょうか。こう、どれにしようかな、どれにしたらいいんだろうかっていうような形での、お相場展開。ま、要はですね、欧米を中心とした動き、ユーロ関係のヘッドラインニュースで、ま、ブレるだろうという話で、ま、ドル円は継続して、ちょっとかやの外かもしれませんねというような、ちょっと、ドル円好きの人間としては、いささかせんない話をさせていただいたわけですけども、だってそれとは別途でございますけれども、年末に向けての、 ドル円の動向、ちょっとですね中長期的な観点でちょっとこんなのを作ってみたんですが、ちょょっっとご覧になっていただけますでしょうか、はい、こちらの方はですね実はドル円の動向をです、ねまあえーまあ、当然、変動率、えー、分母分子の違いからですね、まあ、100円の時200円の時もちろん1ドル70円台、80円台のとと10%、5%、当然それによって幅が違うわけですけれども、変動率ではなくて、あくまでも変動幅。 というような観点でちょっとチャートを作ってみましたら、2007年からでございますけれども、その年々の高値安値、えー、なんとなくご覧になっていただければと思いますけれども、おおむねですね、昨年末での、まあ、ここ、近年の平均アベリージですと、大体15円前後ぐらいなんですね。さて、その観点から見ますと、実は本年はまだ10円いっていないと。そうなってきますとですね、85円を頂点として、仮に、まあ、10円の変動幅があった場合、 75円と。で、それをもう少し、まあ、オーバーシュート気味に考えた場合は、当然、75円を慕われて70円。 70円水準に近づいていくんではないかなというようなシンプルなトレンドでの、まあこういったチャートでの見方でございます。もちろん、先ほど申し上げました通り、取材というのは、今後、月末に向けて、そして来月に向けてのポイントは何かというお話もあったわけですけれども、今後はですね、エーペックも終了する状況の中では、日米基軸同盟、そして G20 での協調枠組みという中で、継続してドル買い円売りができるのか、 どうかあそして、米国の FOMC も含めてですね、クオンティティーゼング3、こういったものも思惑、そして、えー、米国の財政赤字問題のお、まあ、期限が23日、えー、これが、まあ、超党派で協議されているわけですけども、こういったものを踏まえて、ドルが大きく上がっていくことができるのかどうか、これによって、まあ、年末に向けてのおドル円のトレンドが変わっていくというようなお話をさせていただきました。えー、継続して、えー、ドルのはは非常に私はチャートから見る限りですとと重いと を見ているんですが、皆様はいかがお考えでしょうか。以上、11月14日月曜日の日替わり竹部でございました。